吉田さんお金が全てじゃないといとうふうに言われました。まあ、吉さんもねお金が全てじゃないけども必要なお金は稼がしてもらうよとその必要なお金がまだ手に入ってないから今はそれを一生懸命やってんだよ何が悪いんだって話ですよねだからきっともう障害目標の金額5億円なら5億円がポンと稼げたら まあそんなに商品いっぱい売ったりとか、お金に関しての発信ばかりになることはないと思うんですよね。で、これをね、また別の例でね、あの、お話しする機会があったんで、ここでシェアしますと、その方はですね、健康に関するコンテンツを配信してるんですよ。で、何を食べたらいいよとかね、コンビニはどうだよとかね、あの、カップラーメンは何だよとかね、ハンバーガーはこうだとかね、いろいろ言ってるわけなんですよ。そうするとね、面白いことに、あの、健康だけが全てじゃないよと言われないんですよね。 あいいなみたいなね。健康を売りにしてると、確かにそうだよね、みたいな感じで、爽やかなイメージあるんですよね。ただ、その中でも、これを食べちゃダメだよ、とかね、これはすごく害が,があるよ、これはとってもいいんだよ、みたいな、ちょっとこう、宗教的な、あの、病的なね、あの、偏りっていうのもあるんですけども、まあ、それは何をもとに健康を作ってるのかっていうふうな、人それぞれの考え方ですからね。まあ、私に言わせれば、カップラーメンやハンバーグを、 ハンバーガーかハンバーガーを食べようがファミレスに行こうが激安弁当を食べようがね高級食材にありつこうがそれをきちんと消化して排出する能力が備わっていればそんなに大きな問題ではないと思うんですよ要するに自分自身の代謝能力が低ければ食べ物にものすごく気を使わないといけないけども全然何食べてもへっちゃらっすよみたいなお腹も壊しませんみたいな人は そこまで食に気をつけなくてもいいのかなと思うんですよ。そうするとね、こういうことを言う人がいるんですよ。いや、積み重なって将来的に問題出ますよ、みたいな。いや、将来的には問題出るのは、それは体の機能が衰えていくから、その時食べたら多分そうなるでしょうね、と。でも70、70,80になって、美味しい美味しいハンバーガー、美味しい美味しい焼肉食べ放題、とはなんないと思うんですよね。その年齢と、体の、 コンディションに合わせたものを自然と欲するようになるから年を取ったらたくさん食べるよりもいいものをちょびっと食べたいとかね肉食から魚になってきたもしくは野菜中心になってきたみたいな感じになるのかなと思うんですよさすがにね吉田さん1,000円2,000円の焼肉食べ放題喜んでいくようなことはもうなくなりましたね私もね、まあ、それは金銭的な余裕ができたってところもあるんですけども,もそれとは別にあの美味しくてね 食べやすくって、で、胃にもたれない、お肉やタレ、油、こういったものの性質に、まあ、だんだんシフトしていったってことでしょうね。これ焼肉屋に行ってもね、私焼肉のタレをね、使わなくなったんですよ。もう何年も使ってないです。あの、塩をかけたり、胡椒で食べるんですよね。まあ、そうすると非常に胃の負担が少なくって、食べた後もスッキリするんですよ。私がね、やっぱり30代までの頃はね、30代までの頃は、 焼肉の食べ放題行くと、このタレのボトルがあるじゃないですか、こういう風なボトルがあれがね、ほんと、半分なくなるぐらいまで、ベッドベッドベトベトつけてたんですよ。で、タレの味で食べてたんですよね。でお肉は安い肉だったんで、そんなに味がしなかったんですよ。まあ、あの、牛丼屋みたいな感じですよね。あれもタレをしっかりかけるから美味しいと思いますけども、肉単体で食べたら、とてもじゃないけどね、<laughs> 味がするとは思えないような感覚ですね、今。うん、タレをつけるるから食べれるところがあるし タレの甘みとか、ね、糖質でごまかされてるところがあ甘みやうまみっていうぐらいのものですからね甘いものをタレの中に忍ばせるとどんなね美味しくないものも美味しく感じられてしまうというねからくりもあるみたいなんですけどね、まあ、ちょっとねえー、話がそれましたけどもお金のことに戻ってますとあのー、健康もある程度は基礎的に備わってないと 活動もできないし動くこともできないしそれこそ働くこともできないと思うんですよ楽しく友人とおしゃべりするのもいつもお腹が痛かったりとかねいつも健康状態に気を使っていたら本当面白くないと思うんですよ、うん、あの糖尿病でインシュリン注射を定期的に打たないといけないっていう風な方がいらっしゃったんですけどもその方はいつもねインシュリンのことが頭から離れなくって本当心からなかなか楽しめなかったり笑えなかったりするみたいなんですよ彼女といても どうしてもインスリンの注射のことが気になって時間を見てね、あ、そろそろかなみたいな感じで行かなくちゃいけなかったり、まあ、それを気にする彼女に対しても気にするし、みたいな感じで、本当にね、健康って大事だなって思ってたそうなんですよ。もちろん100、100%健康じゃなくてもね、え例えば、あたまにちょっとね、咳が出るぐらいなんですとか、うん。まあ、たまに、えー、ちょっとね、腰が痛いぐらいなんですぐらいだったら、生活や大きく暮らしに問題はないんですけども、 うーん、でもね、それをお金に置き換えると、まあ、ガソリン入れに行きました。車に乗ってガソリン入れに来ました。ちょっとお金足りなくなっちゃいけないから、3000円分入れてもらえませんかみたいな感じだったりね。どっか、あのー、外食行くにしても、財布の中は気にしながら、あ、もう一品頼みたいけど、もしかしたらこれ一品頼んだら足りないかもしんないな。我慢しようみたいな感じで、いつもいつも気にしていたら、うーんやっぱり、さっきのインシリンの例じゃないですけどね、十分、 リラックスでできななないいんんじゃないかなと思うんですよ以前の私もそういう感じでほんとお金がねお財布の中に1000円入ってるか2000円入ってるかっていう状態がいつも続いてたんであのー、回転寿司行ってもね5皿までって決めてたんですよ回転寿司で5皿ってことは500円ですよでうどんを頼むとこれは200円なんですけども230円だったかな200数十円なんですけどもうどんを頼むと結構かさばるんでそこに唐辛子をいっぱい入れてね まずはうどんを食べてそこそこお腹を満たした後であと2皿そしてその2皿を食べる間にガリをねたくさん食べるみたいなことをして500円以下に収めていたっていう時期があったんですけどねうんやっぱりどの2皿にしようかなと思ってそれはそれで楽しかったんですけどもまあけどねはわあアナゴ食べたらちょっとうなぎやめとこうかなできれば両方食べたいんだけどなあとうなぎとアナゴのミックスないかなみたいな感じになったりとかしてねうんまあいろいろ思うことありましたよね今はね あの値段も気にせずお皿の色も気にせずに欲しいものをスタスタ食べて終わりみたいな感じだったりするんですけどね、うん、まあいろいろ思うことありますね吉田さんどっちにしてもお金は必要だし健康も必要だしこの2つの性質は似てるなってことに気づいたってことです、うん、ある程度のお金ある程度の健康がなければこれ何もできないよねってことなんですよそのののある程度のお金ってのはどのくらいかっていかうと、まあ、生涯で 私もね5億円ぐらいかもしれませんしまあ毎月100万前後はね絶対いるなと思うんですよ100万から200万の間は絶対いると思うんですよでこれはえらい高い給料だなって思う方がいるかもしれませんけどもその100万なり200万の間であのサラリーマンの方には見えない部分まで賄ってますからねうんだからねやっぱりね経営者じゃないと見えないお金の使い方ってあるわけなんですよ でそれは必ずしも自分の豊かさのために使うわけではなくて、まあ、いわゆる必要経費ってやつですかねそれから吉田さんも同じだと思いますけども私たちは定年退職まで働く気持ちはないんですよ一日も早くこの状態を抜け出してもっと自由にもっと豊かに、うん、なるほどと思ってるんですよねだからその定年退職を基準にやってるわけじゃないんですよね仮に 65歳で定年退職したとしてその間退職金はないんでそしたらそこの数千万というストックも今こうしてる間にも作っていかなきゃいけないんですよねそれも込みでの5億ですからねうんまあ私もなんか暫定的にですけどもこのまま5億円ぐらいには乗るんじゃないかなと思いますけどね本当ねなんかこの40代の間に5億円を稼ごうと思ったんですけども五5億はいかないですねこれはちょっとね3億円を突破して ままあまあトントンっていうところですかねで50代でこのペースだとどっかで5億が突破するかなっていうところですかね、まあ、そんな感じで青写真引いておりますはいじゃあお金と健康いってらっしゃい